さあ始まりました鉄トークの時間です。この番組は鉄道が大好きなゲストを迎えてその鉄道趣味について熱く語ってもらうトーク番組となっております。鉄道が好きな人もそうでない方も楽しんでいただけるような番組にしたいと思っております。はい、本日の MC を担当いたします、阿久津卓と申します。よろしくお願いします。同じく司会を担当させていただきます山田岳です。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ゲストを紹介いたします。本日は徹子の方が見られています。それは紹介いたします。この方です。はい、新潟大学人文学部4年の斉藤由美と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、女の子ということで結構珍しいかなとは思いますけど、よく言われますか？そうですね、やっぱ女の子で鉄道好き、みたいな。まあ男の人多いですからね。そうですね。まあそういうところですもんね。はい、ちなみにどういったきっかけで鉄道に興味を持たれたんですか？ですね、実は大学受験まで話は遡って、なんか受験のもともとイラストが見るのが好きで、うんうん、受験勉強の合間にイラストを見てたんですね。それである時新幹線のイラストがなんか出てたんですよ。それで見て、あ、新幹線かっこいい、なんか乗りたいみたいな。イラストというのは二次元？そうですね、実物ではないんですか？実物をすごい景色と一緒に綺麗に描いて切り絵みたいな感じで描く作家さんがいらっしゃるんですけど、それにちょっと感動しました。ちなみに何かのパンフレットとかに載ってたんですか、それって？いや、載ってるんじゃなくて、なんかアマチュアの方が描いてるんですけど、それでもすごい丁寧で。普通はね、実物を見てかっこいいって思うところ、ね、二次元、絵から入ったっていう。そうですね、珍しいですね。そうですね、はい、絵から入っていろいろ乗るようになって、あ、大学入ったらいろんなところを旅行したいと思ってたので、 ね、それから乗るようになりました。なんかちょっとワープした感じが。そうですね、絵を見て急に、あ、鉄道いいってよく思いまれました。はい、ありがとうございます。才能もあったんでしょうね。ポテンシャルがあって、その絵を見ることで突然あって開花したね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、それでは、まあ、メインのテーマですね、はい、鉄道庫の方に移りたいと思います。さあ、本日のテーマは紹介していただきましょう。本日のテーマはこちらです。はい、推し鉄。推し鉄、電車を押す鉄道ですか？いや、違います。そう、力ないですか？みんなで力を合わせて鉄道を押しましょう。押します。何を押すんですか？あのですね、駅スタンプを押します。駅スタンプ？はい。スタンプってあの、ハンコですか？そうですね、ハンコです。あの、あれですかね、切符売り場のところら辺にあるやつのイメージ。そうですね、切符売り場とか窓口の近くにあの置いてあったりします。はい、ちょっと写真が出てるようですけれども、はい、新越温泉、春日山駅、はい、あ、武将のかっこいい。そうですね、やっぱ上杉謙信大好きなんで。パッと見鉄道は全く出てないみたいな気がしますけれども、ね、これは春日山といえばこれっていうような。そんな感じですね。駅スタンプはその駅の周辺の有名な観光地とかがよく絵柄にされてるので、はいはい、じゃあもう押してしまえば後から見ても、あ、そういえばこの武将いた駅だ。そう、ありますね。そう、すごい旅の思い出になる、なるなっていうのがすごい魅力ですね。なるほど。私はあの思い出としては入場券、まあ、山田君も好きな入場券ですね、はい、あれがやっぱり、ね、記念になるじゃないですか。そうですね。でも切符には何も書いてないですもん。余計な情報書いてないから。あ、やっぱ思い出すね、これ駅スタンプ。駅スタンプ行ったなっていうことを思い出すんでしょうね。あ、押すたいですね。そうですね、もうへったくそなんで押すのが。いつもこうやって頑張って押すんだけども、あの、パッて見ると欠けてる。わかる。なんか押す台もこれはなんかインクが内蔵されてて上からガッシャンっていうやつなんですけど、あ、じゃあもう力がない人でもちょっと頑張れば押せちゃうんですね。優しい、このスタンプ。そうですね、でもインクが多い時とかブワーってにじみ出たりするので。そうですね、あと他はあの普通にあのインクをつけてポンポンポンって押すのが。あ、そうですね、なんかそのイメージがあったので。そうですね、こういった優しいスタンプ台は優しいスタンプ台で押しましょう。確かに俺でも押せるんだから。で、ね、はい、はい、でこんな風に台紙があるところもあるんですね、駅によっては。こういうのすごい私ときめきます、ね、ときめきますね。いいなっていう。いいですね、旅の思い出に。旅の思い出に確かに。
あ、山形駅さくらんぼですか。そうですね。これはあ、これはですね、普段はなんかその今出てる私の旅スタンプノートってのが600円ぐらいで売ってるので、こういうに押して押す方も結構多いんですけど、私はその右に出てる300円程度のハガキサイズのクロッキー帳に押してますね。スタンプノートもあるんですけど、実はこういうのもあって、これは収集ファイルとありますが、あ、新潟県内のスタンプですか。すべてって書いてありますけど、もしかしてちょっと中の方をパラパラと見せていただけますか。はい、あ、そうですね、路線ごとに色が一緒とお話伺いましたが、あ、綺麗ですね。あ、新潟県内全部ですね。あ、これは頑張りましたね。頑張りましたね。本当に素晴らしいです。なんですけど、はい、これあの鉄道研究部で一昨年、はい、みんなで新潟県内の駅スタンプを全部集めようということで、素晴らしい、集めたものです。綺麗ですね。皆さんお疲れ様でした。本当にありがとうございます。そうです。あと交換とかもすごい楽で、はいはい、なんかお友達に交換とかもできるので。ああ、そういうこともなされるんですね。そうですね。あ、ということはあの駅スタンプただ押して満足じゃなくて集めるっていうことですかね。そうですね。集める、集めてっていう。全部の駅にあるんですか、駅スタンプって。駅スタンプはあの JR だと、はい、あの窓口のある、まあ、友人駅っていうところにあるのがほとんどですね。でもなんか地方の私鉄とかだと無人駅とか本当全駅に置いてあるところもあるんで、そうですね。こんな感じでスタンプ帳今4冊目に突入しております。はいはいはい、だいたいいくつぐらい集められたんですか。そうですね、なんか数えてないんですけど、100回かな。でもこれってあれですよね、あの降りないと押せないじゃないですか。そうですね、電車乗ったまま、あ、これ押してくださいってサインじゃないんだからやるわけじゃないですか。ってことはこの駅全部に降りてるわけですよね。まあ降りてますけど、でも電車でたまに長時間なんか待ち合わせとかあるじゃないですか。ああいう時に5分停車とかでパッて押しに行ったりとかしますね。それで稼いでるのもあるよ。結構スリリングなことなさいますね。そうですね、最短記録3分でしたね。さすがにもうやめようと思いました。ね、なんかそういうちっちゃい駅に限って一回降りちゃうとすぐ次の電車来ないからかといってその近い場所にあるかっていうとそうじゃなくて、ね、ちっちゃい駅に限ってどこってなっちゃうんですよね。東北はバラバラなんですけど、そす、ね、それ新潟、はいはい、これ結構駅スタンプって支社ごと、はいはいはい、なんか JR の支社ごとでなんか企画が違うんですけど、新潟支社はこんな感じです。ああの四角、ね、揃ってていいですね。ててなんかカラフルな感じが。そうですね、これ路線によって色が違ってる。そうなんですか。あ、じゃあもう信越本線は新潟駅も亀田駅も赤、新津駅も赤、そう、上越本線は水原も柴田も青、青、おなんか上越本線の一番綺麗ですね、うん、水色で非常にいい感じに映ってますけども、なんかやっぱりその新潟駅とかだと多いの、はい、人が多いのですぐ押せるようにスタンプいつも出してあるので、ちょっとあんま状態良くないんですけど、水原駅は窓口で駅員さんが預かって窓口の人に初めて押したいんですけどって言うと窓口から出してくれるので結構駅スタンプそんな厳重にセキュリティされてるんですか。セキュリティされてるところは結構綺麗です。あ、パッと行ってないところとかどこにあるんだろうなって思うことはありますけどね。確かにあんまりその正直目に入る程度で、あ、駅スタンプだってなるぐらい、なんかよく見ないと分かんないかなっていう正直なところですけども。そうですね、なんかパッと見ない駅は駅員さんに聞いてみるのもと思ってることがあります。あ、でも綺麗に押せてますね。そうですね、素晴らしい。優しいやつですか。ちゃんと押しました、手で押しましたよ。あ、そうですね、手で押すんですけど、あの水原駅とかで、はいはい、白山小出とかはあのシャチハタみたいに中にインクが内蔵されてるので結構押しやすいですね。あの 枠が薄かったり、それ相当下手ですよね。本当に下手くそ。まあハンコを押せないからたまに押してもらうから。これ長野支社ですね。これ長野支社は丸で、これ長野支社はあれなんですよ、駅の開業日と駅の標高が書いてあるんですよ。あ、でも確かに長野のあたりは高低差すごいですよね。あの JR で一番高い駅も確か長野支社ですよね。そうですね、小海線の延山は一番高いところ、はい、
やっぱその死者によって、まあ、あの長所というか特色ある部分を前面に押し出してる、まあ、そんな感じですね。いいですね。これは東京、関東の方はいろいろやっぱりバラエティがありますね。小さな旅、水上駅なんか水上駅ちょっとなんか2つ押してありますよね。ああそうですね、本当だ。ちょうどなんかあのキャンペーンみたいなのがやってて、スタンプラリーみたいなのがやってて、あのちっちゃいのはスタンプラリー用のですね。よくありますよね。ありますね。ありますね。たくさん集めるとってあります。あんまり集める気にならないこともあるわけね。難しい。あれは、まあ、難しいからこそ価値があるんだろうけどね。なんですけど、仙台、なぜか東北の方は企画がバラバラでみんな、面白い感じを。それぞれいろいろ特色出したいんでしょうね。そうですね。次はこちら。北海道ですよ。北海道。あれ、なんか函館駅に何個かありますね。そうですね。函館駅みたいになんか結構何個かスタンプ、1個だけじゃなくて何個か置いてあるところもあるので、そういうのも楽しいですね。これは、はい。これは夏合宿です。中部地方でしょうかね。はい、中部地方です。シャチホコね、はい。そうです。こちら関西です。関西。そう、私関西のすごい好きなんですよ。JR 西日本さんの。いや、糸魚川が関西に入るのかなっていうなんですけど、ね。まあまあ細かいことです。そうですね。あ、かわいい。これもらい物なんですね。私四国行ったことないんですけど、はいはいはい、いただいて、四国はそのアンパンマンをすごい推してて。そうですよね。瀬戸大橋もアンパンマンレース走ってますもんね。そうですね。高知がアンパンマンバージョンとそうでないバージョン2つあるんですね。あ、本当だ。そうですね。高知は2つですね。へー。なんかそうですね。なんか昔のバージョンですね。これ九州です、ね。九州。博多とか。ちょっと薄い。薄いですね。もらい物です。もらい物でしょ。私もちょっとこう行ってみたい。ちょっとしてみたかった。ダメでした。はい。はい。あ、新潟。そうですね。JR でない列車ですけども、JR 以外もスタンプあるんですね。そうなんですね。ホックンですか、この。これホックンですね。これよく見てください。何か違いが。違いですか。駅名と。うん、駅名違う。はい。はい。あれなんですよ、キャラクターのホックンの顔が違うんですよ、はい、駅ごとに。ああ確かに言われてみれば。北越急行は全駅にあるので、すごい押しに行くのも一苦労ですね。一日じゃ回れないんじゃないかな。確かに。はい、他の私鉄ですね。長野電鉄、市畑電鉄、バタ電。ニューシャトルですか。はい。ああ、まあ言う、苦しいけど、まあ OK。まあ OK。はい。はい。駅スタンプも全部ありますけど、はい、何か苦労したことはないですか。まあさっきもちょっと話ありましたけども。ああ、そうですね。あの駅によって、はい、あの窓口が平日の午前中しか空いてないとか言って、あと期間限定しか空いてないから、なんか。すごい押しに行くのが出会っていうとか、そうですね、冬の間しか空いてない駅もありますよね。そうなんですよね。その冬の間しか空いてないっていうのが、ここに出てる上越新幹線ガーラ湯沢駅、ああですね、はい、冬のスキーシーズンしか空いてないっていう。そうですね、ガーラ湯沢駅もちゃんと駅スタンプがあると。そうですね。あとその上の2つ、はい、越後中里駅は平日の午前中しか窓口が開いてない。中里は新潟の、まあ、一番端の県境のあたりにありますけど。ああ、押すの一苦労しそう。そうですね。平日の昼間っていうことは行かれたんですよね。行きましたよ。あの授業の方は、いや、夏休みで青春18切符を使っちゃって、よかった、収まりましたって言ってた。そうですね。あ、これはノートか何かにまとめた写真ですかね。うん、そうです。なんか昔の鉄道研究部の部員の方がまとめてくれたもの。これまだ国鉄時代のものなんです。国鉄時代ですか。国鉄時代ね。なんですけど、絵柄が今と微妙に結構違うものもありますね。やっぱり変わるもんなんですね。そうみたいですね。これ今長岡とか見附とか出てるんですけど、はいはいはい、三条とか。なるほど。ということで、はい、そうですね、名残惜しいところですけれども、はい、残念ながらお時間の方が来てしまいました。はい、本当にゲストの方ありがとうございました。あ、いえいえ。それでは名残惜しいですが、またお会いしましょう。はい、また次回お願いします。次回お願いいたします。さようなら。さようなら。さようなら。